ちょっと失礼しますね、よろしく。なんかする、あーもう絶対すると思った。だってケツっぽい。もう絶対ケツこっちやんなよ。あーもうもみじまんじゅう。いたいた。もうほんとお互いなもんだよね。約束しよう、約束。平和に行こう、平和に、平和に行こう。ほら平和に終わった。ほらもう頑張るのか、あんたロットに負けよって。そんな思いっきり投げることもないやろけど、特に旗はね、はい、ここ俺のじゃない剣が果たしてどんくらい、それ大丈夫やろ。じゃあこれでいい、それどんくらいのことしたい。あ、うん、オッケー、100はまかっとると思う、うん、貸して。俺のやつ、俺のここコンビニで買ったやつ。せちがらいですね。コンビニで買ったやつ、早くさ、貸してくれ。あ、ここ通すの忘れとった。え、大丈夫ですよ。あ、そういうこと。え、ここでここでギュッと、あ、そういうこと。はい、知らんけど、よく聞かれとって、もうそこの硬いとこはダメよ。こっちもパーン叩いてやった。と、まーす。こりゃ 200m ぐらい曲がるけんね。チチン、あー、もうチンチンば触んな。寝れんのかな、今日。今日寝れなそうよね。しりとりでもする？しりとり？しりとり。はい、ゴリラ、ラッパ、シマウマ、キリン、終わり。マジカルバナナバスマ。マジカルバナナ、バナナと言ったら黄色、黄色と言ったらキリン、キリンと言ったら首が長いと言ったら僕が好きなボンボン TV のナルちゃん。ナルちゃんと言ったら踊りがうまい。踊りがうまいと言ったらダパンプ。ダパンプと言ったら USA。 USA と言ったらカジノ。カジノなんだろう。カジノと言ったらラスベガス。ラスベガスと言ったら USA。 USA と言ったらカジノ。カジノと言ったらラスベガス。ラスベガスと言ったらカジノ。カジノと言ったら USA。 あー冬にならんかな。冬のキャンピングカー好きっちゃんな。俺も冬のキャンプが好き。別にキャンプって夏する必要ないと思うんだ俺。だってあのほら、うん、まあ、山奥で雪降る中、あれめっちゃ楽しかった。カレー作ってないですか、ね。あの温かい料理作るのがいいですよね。ねえ、いや、うまく感じるよね。夏にさバーベキューするよりさ、うん、冬あったかいの作ってさ、ね、寒い中食うのがさ。前ね、あのシチューとかも作った時めっちゃうまかった。あ、平正シチュー。平正シチュー。あ、ま、言おうか、また。ぶり返す、蒸し返す。蒸し返す、蒸し返す。蒸し返していい。いいよ。シチューば大反対したやつなんだった。シチューとかありえ。あれ、なんでシチュー。そんなん、おる？そんなやつ。おるよ。でもう刺身でいいじゃないですかって。もう刺身は今までいっぱい食ったけ、なんかしら料理にせんと面白なかって。でもシチューって言い方、料理によってシチューってクソクソ。あれ、ネオさんで、いざシチュー食ったらシチューうまい。シチューいいっすねって言ったやつのったさ。そっからちょっとシチューにハマったやつ。それや、それからさ、またシチューしましょうって。いや、こないだ動画で使ったけど、またシチューの動画面白くない。いや、シチューでいいと思います。だからあれから一回もしてないじゃない。何でも気になると。何でも気になると。いや、あれ、胸奥やったっけ。誰やったっけ、あれ。その人にちょっと感情移入してしまった。感情移入してしまった。俺もそう言うと思う、多分。あ、マジで。なんて言うとっけ。シチュー。それないっすや。シチュー、魚とシチュー合うわけないじゃないですか。どうやった、実際。うまかった。ブロッコリーが砕けてさ、ね、あれ美味しかったね。原型がないことになってさ、ブロッコリーの。それがまたね、なんかちょっと緑色のシチューでね。で、平間さんようあったよね、あれね。そうそうそう。